My friend, one one. はい、皆様いらっしゃいませ。こんばんは、数字のカナでございます。それでは本日やりますゲームはこちら。変な犬のゲームだそうです。何が変なのかよくわかんない。ワンワン、どうしたん？骨やで。くれてやろう。欲しかろう。くれてやるよ。もっと神戸を垂れろ。フォッシルフュージョンしちゃった。どうしよう。どうもワンワン。大丈夫？まあ、フォッシルフュージョンやけん、融合果汁したんやろな。融合果汁使ったんだよ。わかった。ほら、ミルクだよ。ミルクじゃねえな。欲しかろ？もっと？こびなさい？こびなさい？こびなさい？出ないわね。出ないわね。なかなか出ないわね。出た出たでよかったよかった。もっと欲しいか？食え。お前もか。お前もか。あ、うーんが、おー。お前もか。ブルータス。同じもん出てるけど。これそういうことなの？ボリューム？はい。確かにな、これエリザベスカラーって言うんだよね。犬とか猫とか、怪我した時にな、ああ、説明しとったけど、怪我した時にそこの部位を舐めれないようにするために、ペラペラしちゃうから舐めれないようにするためにつけるエリザベスカラーだね。ふん！そこー！早かった。絶対追いつけないんだけど、前に飛ばないと、上に飛ぶからダメなんだよ。垂直に飛ぶからダメなんだよ。お前さ、逆にプロだよ、それ。いいの？主人。まあ、主人がいいならいいか。だな。飛ぶんじゃないよ、最後。ボロボロじゃねえか、おめえ。荒ぶってんな。まあ、シャンプーしましょう。ほら、シャンプー、レッツシャンプー。シャンプー苦手か？まあ、もうこしてるね。気持ちええね。なあ、ワンワン、シャンプー苦手な子多いけど。なあ、ワンワン。どこに突っ込んできたら、どこの草むらに入ってきたんだ、君は。これぐらいでいいかい？まだいるのかい？手放せないね。手放せたね。ほら、シャワーだよ。水が出てる気配がしないけど、音的に出てるんだろうね。このシャワー不思議でね、連打しないと水が出ないシャワーだね。あれだね、温泉とかでよくあるボタンを押してるとき、押したらしばらく出るタイプのシャワーだね。お風呂屋さんでよくある。青タイプだね。そういうことだ。で、タオルにチェンジ。やっちゃった。どうしよう。戻れるかい？もう戻ってこれるよね、君。大丈夫だよね。もう綺麗、さっぱり。さっぱりしたね、ワンワン。どうしよう。よかった、いいのかい？おっと？では君は一体誰なんだい？どういうことだ？いいの？帰ってきたけど。一周したんかな？一周したとかあるんかな？え？い、一周、あ、違う。一周してない。空中浮遊してる。置ける。浮いてる。かわいい。かわいい。お前、フォッシルフュージョン！しねえのかよ。なっちゃった。漫画肉じゃねえか、それ。お前たちは分身！分身！食らうのか？分身！誰が本物かわからんくなっちゃったよ。どうしたん？生命の誕生。命の輝き。エンドしちゃった。いいのか？まあ、ええか。尊いね、命って。はい、というわけで、今回は、My Friend という、まあ、変な犬のゲームですね。やってみました。2周目だね。フォッシルフュージョンだね。それでは今回はこの辺で終わりたいと思います。次回の動画でお会いしましょう。皆さんもペットを飼うときは、個性的な子をね、そう、個性的な子をね、飼いたいよね。個性的すぎるけどね、この子は。それでは次回の動画でお会いしましょう。せい、バイバーイ。